縦を 1.5 倍にして撮影するとね、石炭射星団、ランニングマン星雲、オリオン大星雲、失われた宝石、全部入るんですね。こんにちは、スミヤです。今日はね、モザイク機能についてです。シースターがね、すでにモザイク機能、フレーミング機能を使ってね、非常に広い範囲を撮れるということなんですけれども、ドワーフ3もモザイク機能がすでに入ってます。それで何日か前にね、オリオン大星雲をモザイク機能を使って撮影してみました。まあ、オリオン大星雲を撮るだけだったらね、モザイク機能を使う必要ないんですけれども、ランニングマン星雲とさらにその上のね、石炭射星団っていうのを入れようとすると、縦がねちょっと足りないんですね。それで縦を 1.5 倍にして撮影するとね、石炭射星団、ランニングマン星雲、オリオン大星雲、失われた宝石、全部入るんですね。非常に広い範囲を楽しむことができるということでやってみました。まあ、その画角のね、違いをこの後ね、見ていただきますが、横長にドワーフ3の場合は撮ってしまうので、シースターのように縦長に撮ってくれないので、横長なのでちょっと縦が足りない。いう時にね、このモザイク機能を使うといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そもそもドワーフ3はね、画角が広いのであまりモザイク機能を使う機会がないかもしれないんですけれども、そういう広大なね、面積の星雲とか星団、そういうのを一度に楽しみたい時には非常に役に立ちますね。はい、今は冬なのでオリオン座のあたりの星雲星団を一度に捉えるということをやってますが、夏になればね、天の川の中心部を非常に広範囲に映せる望遠鏡としての価値が出てくるんではないかなというふうに思います。もちろん日型星雲と三裂星雲は標準の画角でもね、入るかもしれないんですが、さらにね、その上のオメガ星雲とか和紙星雲とかね、一度に入れようとするとどうしてもね、ちょっと画角が足りないかなという感じがするし、横長なので縦がちょっと足りないので、縦を伸ばすという形で撮影するとなかなかいいかもしれませんね。ぜひね、皆さんもドワーフ3のモザイク機能でいろんなね、天体を幅広い範囲で撮ってみてはいかがでしょうか。非常に楽しめますね。もちろんシースターもね、解像力で言えば小さなところを大きく捉えるので非常に楽しめるんですけれども、やはりね、広い範囲を一度に楽しめる、いわゆる広角電子感棒のスマート望遠鏡といえば、もはやね、ドワーフ3にかなう望遠鏡はないんじゃないかと思いますね。特にね、標準の画角で撮ってもアンドロメダ銀河は非常によく撮れるので、シースターの場合だとアンドロメダ銀河を撮ろうとすると無理やりね、フレーミング機能で方向を変えたりとか、映る範囲を広げたりとか、そういうかなりね、苦労して捉えるという形になってしまうので、どうしても時間がかかるし、それから端っこの方はね、撮影のスタック枚数がどうしても少ないのでね、ディテールがよく出ないという弱点があります。その辺ね、ドワーフ3はアンドロメダ銀河を撮るときにはね、端っこまでディテールがね、たくさんの枚数スタックされるので非常に綺麗に見えるという点でアドバンテージがありますね。まさにドワーフ3はアンドロメダ銀河を撮るために生まれてきたスマート望遠鏡ではないかと思えるぐらい、すごく画角がぴったりなんですね。はい、まあ、もちろんね、アンドロメダ銀河の方向によってね、若干映る範囲が違ったりもするんですけれども、赤道儀モードで撮った方が端っこのノイズが出てこない、回転ノイズが出てこないという点でね、非常にアドバンテージがありますので、ドワーフ3の赤道儀モードでいろんな天体を撮ってみるのはいかがでしょうか。で、さらにね、広範なところを撮りたい場合にはやはりモザイク機能を使うっていうのがいいと思います。赤道儀モードでモザイクモードももちろん使えますので、そういう使い方がいいと思います。残念ながら今のところね、予約機能、スケジューリング機能を使ってモザイクモードを使える状況には今のところないようですから、
早くねそういう機能が入ってくればね、寝ている間に予約したものがモザイク機能で撮影できるというメリットがさらにね広がるんじゃないかなと。まあもちろんね、寝る前にセッティングをしてモザイクモードをセッティングして朝までね撮影を続けるっていうことであれば別にいいんですけれども、それだとね一つの天体しか一晩で撮影できないので、その辺の弱点がね、まだモザイクモードとスケジューリング機能を一度に使うことが今のところできていないのが今後の期待するところですね。はい、撮影のバリエーションが広げられるっていう意味では、そして何よりね軽量コンパクト、しかもね専用の三脚までね発売されてるわけですから、この三脚と本体を持っていけばねもはや怖いものなしです。もちろんね他の三脚につけることもできるんですけれども、この三脚非常にね使い勝手がいいですね。風の強い時にはね足を全部広げて撮影する、そして少し風がない時にはこういう真ん中の広げ型でねやるといいんじゃないかなと思います。それから赤道儀モードを使わなければまっすぐ立てた形の三脚で使うっていうのもいいかもしれませんね。下に重りもつけられるのでちょっと風が吹いたぐらいでは倒れないようにね、一番足を狭めた状態でも使えるんじゃないかなというふうに思います。一番私が好きなのはこの中間のね三脚の広げ方ですね。ちょうど45度に開くので非常に安定していると同時にそんなにね地面に近すぎないということでね、操作もやりやすいですね。地面いっぱいまで下げちゃうと操作が這いつくばるような形になっちゃうので、その辺がね一つの難点かもしれませんね。はい、この中間のモードでこの三脚は使うのがおすすめです。はい、本日もねドワーフ3、シースター、アルファ7S、さらにはドブソニアン望遠鏡で星空ライブを楽しみたいと思いますので、ぜひお越しください。オリオン大星雲をね、何日か前にモザイク機能じゃなく撮ったものと、縦をね、2倍ぐらいにしたのかな、1.5 倍ぐらいにしたものと比較した画角の比較動画を作りましたので、参考にしてみてください。オリオン大星雲が出てきたので、横はね広げる必要ないんだな、縦2倍 1.5 倍ぐらいでもちょうどいい感じだね。はい、 1.5 倍でも単射星団入りますね。はい、2倍にすると、2倍にするとさらに広い画角で、あ、ギリギリ馬頭星雲が入るかもしれませんね。はい、ギリギリ馬頭星雲が入る。横も広げてみるか。あ、横広げると入るね。すごいね。今の時間だとオリオン大星雲と馬頭星雲と燃える木星雲が一度に撮影できますよ。はい、いやこれはなかなかいいよね。じゃあちょっと別のに行ってみよう。アンドロメダ銀河はね、あ、今だとこんな感じなんだ。すごいね、2倍すとここまで行くんだ。1倍でもね、ちょうどギリギリアンドロメダ星雲は入るんですけどもね。縦に広げるとさらに、すごいね、ここまで広がるんだ。
それからプレアデス星団行ってみようか。はい、プレアデス星団2倍だとここまで映りますよ。はい、それからハート星雲ね。ハート星雲とソウル星雲がちょっと方角的に違うから入らないね。ドワーフ3でモザイク撮影がもうできますので、いろんなね天体をチャレンジしてみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ドワーフ3の予約注文は概要欄から行けます。メンバーシップも募集していますので、ぜひご支援お願いします。えい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 と、今夜も星空ライブでお待ちしております。